ておけばいつか役に立つ生活の知恵。まずはみかんをおしゃれに剥きたいとき、やっぱ冬はみかんだよね。食べる？うん、ありがとう。よし、こうしてこうして、でまたこうして、おしゃれにみかんの皮を剥きたいときは、みかんの上と下の皮を丸く剥き取り、こんな形に。あとはみかんをパカッと開けば、ご覧の通り。アンビリーバボー。続いて倒れている人を簡単に持ち上げたいとき。ほら、ちょっとこんなとこで寝てたら風邪ひくよ。ほら、はい、ほらもう起きて。ブー。私が簡単に起こしてみましょう。倒れている人を簡単に持ち上げたい時は、相手の足の間に片足を入れ、もう一方の足は膝をつく。次に足を持ち上げ、脇に挟み、両手でロック。そしてそのままローリング。いや、こうじゃねえよ。